では各チームの選手をご覧いただきましょう。まずは2レーン本田、3レーン塩谷、4レーンがオレンジのユニフォームです米田西、5レーンが新井、6レーンが優勝候補の小野、7レーンが舞子、8レーンが白浜、そして9レーンが阿賀穂です。ご覧の8チームが決勝に駒を進めてきました。勝てば初優勝となる小野です。100メートルでもいい成績を残しましたもんね。ただ決勝に残ってきたチームはほとんど差がありません。どこまで決勝争い最後の最後までゴールの手前まで競ってくるのか。今日は小島さん、ちょっとこの時間になって風が出てきたかなという感じなんですが、コンディション的にはどうでしょうか。そうですね、基本的には少し低いのかなとは思うんですけれども、はい、皆さんしっかりアップをして体は温まっていると思いますので、ええ、はい、走りにはそこまで影響はしないかなと思います、ね。はい、ちなみに大会記録は52秒72と2005年53回大会に新井小学校が出した記録がありますが、それに一番近いのは6レーンの小野です。準決勝では55秒67でした。小学女子 400m リレー決勝スタートを切っていきました。さすがに決勝だけあってほぼ横一線、その中でインコースの本田がやや前に出ているでしょうか。さあここからスピードが上がってきます。あっと上がってきました小野、青いユニフォームです。小野が一気に伸びてきます。小野がトップに立ちました。2走から3走へ直走路に入ります。勝てば初優勝、小野が現在トップです。そしてアンカーにバトンが渡りました。トップは小野、そして米田西、さらには舞子。さあ小野が独走体制に入っている。小学女子 400m リレー決勝 50m を切りました。小野が今1着でゴールイン、見事な初優勝でした。そしてタイムも54秒台、速報タイム54秒68。1着は6レーンの小野、初優勝です。そして2着争いは4レーンの米田西、そして5レーンの新井、この辺りの争いになっています。そして4着には7レーンの舞子が入っています。最後アンカーの走り、小島さんどうご覧になりますか。はい、しっかり手を振って走っていますね。放送席、優勝しました小野小学校のアンカー松永選手です。初優勝おめでとう。ありがとうございます。今いい笑顔ですけどどんな気持ちですか。みんなでバトンをつないで一応目指そうって言ってたのですごく嬉しいです。アンカーとしてどんな気持ちで走ってましたか。目標の多分54秒台が出たので頑張りました。はい、じゃあもうこの記録は大満足。はいはい、大満足です。この気持ちは一番今誰と喜び分かち合いたいですか。やっぱり一緒に走った1走2走3走のこと、おめでとうって言って頑張る言いたいです。早くね分かち合いたいね、はい、じゃあ今年の目標を最後に教えてください。今年の目標はなんて言ったら、いや、もっと他の学校よりももっともっと速くなって圧勝する小野賞にしたいです。頑張ってください。おめでとうございました。